はい、everyone です。とも、thanks for watching。こんにちは、ともです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今回は TOEIC900 点突破シリーズその3として速聴、速読、速解のトレーニングをするについてお話をしたいと思います。この動画をご覧いただくことで、あなたは TOEIC900 点を突破するために必要なトレーニングを知ることができるようになって、その実現にですね、より一歩近づけるようになります。なので、どうぞこの動画を最後までご視聴ください。 これまでですね、3ヶ月で t e i c 900点を突破する800点から900点に伸ばすというシリーズで動画を撮影してきました今回はその3回目になります1回目と2回目の復習まとめをさせていただきますとまず自分環境を用意するそして教材環境を用意するその2つですね自分環境というのは何かというと1日3時間1日3時間長いと思うかもしれませんが1日3時間という枠を自分の中でしっかり設けてそれを3ヶ月続けるんですね。はい。 それをまずやることそして自分環境を整えますその後に並行して今度は教材環境を整えるんですね何をするかというと良い教材良質な教材というものを見定めて見つけてそれを購入するなり手元に持つなりしてそれをやっていくということなんですねなのでまず自分環境の良いそしてその次にえ 教材環境の用意、はいこの状態ができているという前提で今回です、ねえー、のトレーニングについてお話をさせていただきます5つの戦力のうちの3つ目、ですね、えー、速調、速読、速解のトレーニングをする、はい、これはですねじゃあなぜこのトレーニングが必要なのか、えー、大事なのかですね3か月で800点から900点に上げるためにじゃあなんでこれが大事なのかということをまずお伝えします。それれはです、ね、実践力がらなんですすね実力がんよ、えー、言い換えれば あなたが遠い900点を取得するために必要な、そもそものあなた自身のその英語力を底上げできる。その800点っていう今のレベルから、えー、必要なそのレベル900点を取得できるまでの英語力に、そもそもその基礎的な英語力をそこまで底上げできるからなんですよね。この方法をすることによって。えー、そして、じゃあ具体的に何がそういう時に起きているか、その上がる時に起きているかというと、あなた自身が英語で英語を情報処理する能力というのが上がるんですよ。 情報処理と聞くとなんかこう IT とか僕自身高校あの情報処理科だったんであの商業高校のですねちょっとそっちの方かなってちょっと勘違いしてしまいがちなんですけど情報処理っていうのはそもそも英語を英語のまま理解要は英語のを構築して英語のまま理解をして問題を解く要は速い速度で聞いたり読んだり解けたりするそれが英語の情報処理能力なんですよねでその力をこのトレーニングをすることでまさにその高めることができるんですよ。 今日はですね3つのポイントでこの速聴速読速解をどういう,ふうにじゃに伸ばすことができるのかについてお話をしたいと思います3つのポイントですまず1つ目は一発で聞き取れる力そしてまた一発で読み取れる力そういったものを伸ばすということです2つ目が英語のメディアを活用しましょうという話ですで3つ目これがオンライン英会話を活用しましょう 最大限に活用しましょううというお話ですでまずですね一発でじゃあ聞き取れるそして読め取れる力を養い,いましょうっていうお話のところからえお話しさせていただきますで教材環境の用意ですねであなたのその手元にですね業者、えー、さん教材その公式問題集とか、えーまあ、バロンのその問題集とかあるいはそのリスニングリーディングだけに特化したそのテキストがあると思いますで最近のものでレビューがたくさんあるものでそして本番形式の内容 あや、形式にこう近いもの、そういったものも手に揃えているというふうに僕は思っています。それをですね、使うんですね。で、今度は、今回は実際にそれをやっていくんです。模擬試験を何回もやったり、繰り返してやったり。あるいは、その練習、リスニングはリスニングだけに特化してやったりとか。リーディングはリスニングに、あ、リーディングに特化してやったりとか。っていうことを、その一日三時間という自分環境で用意した枠の中で、やっていくわけなんですよ。はい、その実践形式で、えー、どんどんそれをやっていくことによって。えー その形式にまず慣れていくことなんですよね慣れるし、えー、それが一発でこう瞬時にこう理解できる問題文も含めて説問文とかその回答の方式とか慣れることができることによってその一発で聞き取れたりとか一発で読み,読み取れたりする力っていうのが格段に増えるんですよねなのでこれはあのやるしかないというかあの結論簡単になってしまうんですけれどもやるしかないですねあの模擬集模擬問題集や練習問題をどうぞ繰り返し えー、繰り返してやってみてください、まあ、良質な問題集を実践しながらこう解いてみる、はい、これがまず1つ目のポイントです、えー、問題集を繰り返しやって一発で聞き取れる一発で読み取れる力を向上させる、はい、これが1つ目ですね、はい、2つ目に何が必要か、えー、この速読速聴そして即解ですね、えー、もう1つの方法としてはメディアを活用するということなんですよねメディアを活用する で別の動画でですねあの英語のメディアの活用法という動画を、えー、英語力アップトレーニングシリーズの動画の方で出しているのであのご興味がある方はそちらをこう見ていただくとすごく詳細にあの僕が説明をしているのがあるのですが、えー、英語のメディアを活用することによってあなたのその速調速が、えー、磨けるるようになるんですねこれなぜかというとその「速調・速読」っていうのは多調多・多読要は早く 聞けたりとか、えー、早く読めたりとかする力っていうのはどれだけ多くのその他読とか多聴っていうんですけどどれだけ多くのものをインプットして聞いているかっていうこととどれだけ多くのものをこう読んでいるかその量ですよねその集中して、えー、読む量によっても変わってくるんですよねなので言い換えれば必然的にその読む量だったり聞く量っていうのをその集中的にそれをする量っていうのを増やすことによってあなたの速読力とか速聴力 引いては、その問題を解く、即解力、即解力を言い換えれば、英語の情報処理能力になるんですけど、それを必然的にえ高めることができるんですよね。で、その一つの有効な方法として、英語のメディアを活用するんですよ。メディアって言っても、いろいろありますよね。テレビとか、雑誌とか、ラジオとか、いっぱいあるんですけど、別の動画でもお伝えしているんですが、簡単に言うと、例えば、リスニングで言えば、CNN とか、BBC とか、 そういったそのインターネットで無料で聞けるものもありますし、まあ、その2つの場合はラジオでも聞きますしあとはですねリ,リーディングの場合ですね読む場合だったら英検1級とか、まあ、順一級とかぐらいのそのレベルの間であれば例えばあのマガジンあのタイムマガジンですねタイムとか「uh, TheEconomist、ねはい」まあニュースウィークとかもありますねそういったその少しちょっとハイレベルなえ教材を用意してこう毎週ベースでえーこう読んでいく。はい それがまず1つですね。でもう少しこう平易な、あの容易なこう英語、TOEIC でいう,うと2級から、英検でいうと2級から11級ぐらいですね、TOEIC、まあ、でいうと600点から730点ぐらいの間の方であれば、BOA、Voice of America ていうんですけど、BOA、まあ、ていう VOA ですね、っていうウェブサイトがありますので、まあ、そちらがですね、結構こう、あのー、優しめな英語に置き換えて、まあ、世界中のニュースを 記事にしているあるいるるるあはそれを聞くこともできるんできんすよねなのでそういうその教材メディアをあなた自身の,そのレベルに合った教材ですねを用意をして今回の,その文脈であれば o e i c 900点ということなのでもう既にそのレベルがすでに800点以上ある方を対象にしていますのであのそういったそのハイレベルなですね CNN とか BBC とか t i m e h e c o n o m i s t とかですねそういったものをこう使いながら 多くの情報を英,語を英語で聞いてさらに英語で見て多読多聴をしながら速読速聴力というのを高めていきましょうというお話なんですよねこれをどんどんやることですね本当にあに先ほど言ったんですが集中して実践した英語のその学習の時間に比例してこれはあなたの英語力というのは伸びるんですよ。どれだだけたた聞き流ししりとか集中しないで えー、勉強したその時間ではなくてあなたが集中、本当に集中して聞いたり、見たり、読んだりですね、えー、した時間に応じてあなたの英語力というのは伸びていくんですよ。これはあの大事なポイントなのでぜひ覚えていただきたいんですけれども、このだから集中してというのがポイントなんですが、集中しながらそのリスニング、そしてまたリーディングをやっていくということなんですよね。はい、これをぜひ実践してい,ればいただければというふうに思います。英語のメディアを活用する、2つ目。そして3つ目。 えオンラインの英会話を活用する、はい、今度はオンラインの英会話を活用することで速速読力、聴力聴を伸ばしましまょううというお話です、はい、ではなぜオンライン英会話がいいのかですね、はい、これはあの結論から申し上げますと、えー、オンライン英会話は、えー、あなた自身の,そのインプットあのリスニングするときに 講師のの先生の言葉を聞きますよねで。それをこう頭で理解して今度はこちらがアウトプットしてスピーキングとして話し返しますよねそれをこうオンゴーイング要は同時進行的な感じで30分なり1時間なりあるいはそれ以上こうやっていくわけなんですよそうすると何が起きるかというとあの別のそのもう一つの重要なポイントがあるんですねあなたの英語力を高める、えー、何かというと インプットとアウトプットを交互にこうサイクルしながらずっと繰り返して繰り返してこう今手回してるんですけどこういうふうに繰り返していきながらやることであなたの英語力っていうのは飛躍的に伸びるんですよ英語力のみならず例えばトイックに必要なスキルだったりとかあそ,のためのそのために必要な英語力その基礎的な英語力底上げですよねそれが伸びるんですよそのインプットとアウトプットを繰り返してそのま最たる例というかそのインプットアウトプットが本当にこう同時並行的にできるその形の一つが オンライン英会話なんですよオンンラインじゃなくても別にいいんですけどそのコスパを見た時に費用対効果を一番いいものというふうに捉えるのであればオンライン英会話が一番おすすめですね。はい、でオンライン英会話の,そのメリットとか最大最大限の,その活用法っていうあの動画をですねまた別のオンライン英会話の活用法っていう動画を出していますのでまたご興味がある方はそちらをご覧いただければというふうに思うんですけれども。 あの今回の,その目的はです、ね、このオンラインカーを使って速読速聴力を高めようという話なんですね。それは先ほど言いましたがインプットとアウトプットを本当にこうずっと繰り返していくこと例えば1日1時間ですね僕がおすすめするのは1時間なんですね。1日日1時時間間やってその自分環境、えー、1日3時間という枠の中で ま中でもいいですその外でもいいんですね。まあ、例えば中であれば、その3時間のうちの1時間をオンラインカーワに使って、リスニングとスピーキング力、そしてまた英語の鍛える力ですよね。えー、そこを伸ばしていく、はい。そうすることによって、必然的に英語力も高まるし、英語処理能力も高まるし、英語処理の、情報処理能力っていうのは、先ほど言った通り、えー、速解力にもつながるんですね。英語を理解して、問題が出たときにすぐこう回答がで,できるような、問題を理解して回答をする力。 英語の情報処理のそれも高めることができるんですよ。なぜかというとそのインプットとアウトプットを繰り返すからなんですね。はい。それ一日一時間そして今回のそのテーマである三ヶ月で八百点から九百点に伸ばすということで三ヶ月九十日なので九十時間という時間をあなたはオンライン会話に例えば使うとしますよね。その九十時間という時間を使うことで百時間を何かをこう勉強したときに人はすごく飛躍的に伸びるというふうに言われてるんですよね。 なので90時間をそれを当てることによってあなたは飛躍的にこう英語力を伸ばすことができるんですね。その解解力力要要は TOEIC900 点をを取るるために必要な速解力を身に必な身けることができるんです、はい、でインプットとアウトプットを繰り返すことで英語力が伸びるということももちろん一つのポイントで先ほどお伝えしたんですけれどももう一つその重要なポイントとしてその僕の,あのこの書籍から TOEIC900 点を取得するその突破法ですね。 その5つの戦略というその本からあのこちらのシリーズは動画を流しているんですけれどもそのテーマとしてスススラララ話せるる TOEIC900 点のスコアラーになないう次第なんですよね、まあ、目的が今回その僕が本を出したのが、まあ、2年前の出版になるんですが目的がただ単に「TOEIC900 点を取れればいいんじゃなくて世の中にはこの日本っていう国にはたくさんこう英語ができる方がいて英語ができるってその定義は人それぞれ主観的なので違うんですけど。 TOEIC900 点を持ってても全然喋れない人とか本当にもあの知り合いでもいますしあ,のある程度はもちろん喋れるんですけど片言だったりとか発音がちょっと日本人的だったりとかあの不自然だったりとか「that which」っていうそのなんかもうあの書き言葉をこうそのまま話し言葉にしちゃってるとかコロケーションがうまくないとかはいなんかいろんなそのせっかく「900点持ってるのに全然喋れないっていう人が あるいはその喋るそのスピーキング力にこう限界があるっていうのがこう感える人が結構多いんですよね。なのであの僕がそのこのシリーズを動画に上げている理由そしてまた本を出版した理由というのはあなたにぜひですね、えー、この視聴者だったりあるいはその本の読者にですね、えー、ただそのペーパードライバー運転ですよね免許持ってればいいや <laughs> じゃなくてあの話せるあの 900点を持っていればいいやっていうペーパードライバー、ペーパースコアラーになってほしくないんですよ。ぜひ、900点っていうその高いレベルに見合った英語を話すことができる、話すことができる人になってほしいんですね。で、その目的を達成するために、このオンライン会話っていうのもあるんですよ。まあ、副次的な意味なんですが。はい、で、まあ、このシリーズを見ていただくこと、そしてまたまあ本をもしご興味があれば読んでいただくことですね、えー、によって何が起こるかというと、900点を取れることができるだけじゃなくて、さらに英語も話せるようになるんですよ。 でこれが、まあ、他の例えばですね、党役役員を取るっていう、まあ、取得法とか、いろんな本が出てると思うんですけど、あるいはそういうことを説明してるユーチューバーの方もいると思うんですけど、僕がその、まあ、何が一番違うか、そういう方たちとっていうのは、話せる党約点の取得者になるっていう目的なんですよね。なので、ぜひですね、この3つ目の,あのオンライン会話っていうのを特に重視してですね、えー、やっていただければというふうに思います。で僕自身ですね この3つのつ方法一発で聞き取る力そしてまた読み取る力を醸成をしてそしてまた英語のメディアをこう多様に活用してそしてまたオンライン英会話を特にこの3か月1日1時間そしてまた2時間は別のことにこう当てて単語の勉強とか模擬試験とかに当ててですね、えー、5年間かけて、えー、800点840点から920点80点ぐらい上,げた上がったんですけど、えー、5年間かけて上がったんですけど あの、前回の動画でもお伝えした通り挫折してしまったあの英語力が伸びない時期があったんですね。要は失敗してしまって、もうあ,れありとあらゆるこの教材を手当たり次第やって全然英語力が伸びなくてやめたってなっちゃったんですよね。で、あの結局その後にまた再開をした時に英語学習をですね。この5つの方法まあ今回3つ目なんですけど、今回はその速聴速読速解力を上げるというトレーニングなんですが、これを実践した特に。 オンライン会話を重視して重点的にこうやってですね1日3時間という自分環境を用意してそしてオンライン会話だったりとかまあその良質な問題集良質な教材というのを用意してやることによって僕はたった3か月その5年間そのブランクの時間も含めて5年間なんですけど実際には3か月ですね3か月というその短いスパンの中で840点から920点という80点というもう飛躍的な えー、アップをした840から920ですねっていう飛躍的なこのアップをしたすることができたんですよねなので、えー、ぜひですねこの方法今回は速読「速読速調、えー」この力を高めるというお話だったんですけれどもこれをぜひですね実践していただいてあなたの英語処理能力情報処理能力ひいてはその速解力の向上につな、えー、げていただければすごく嬉しいなというふうに思います、はい 今回は i c 900点突破シリーズその3として速読即調即解のトレーニングをするについてお話をさせていただきました僕の動画では英語力を伸ばしたい方や英語力を伸ばして将来海外で活躍をしたい方あるいは自己成長をしたい方そのための気づきを得たい方そういう方に向けて動画を配信しています僕のの動画をご覧いたただくことであなたの英語力が伸びて そしてあなたが将来海外で活躍をするために必要なスキルそしてマインドセットを得られることができるようになったり、えー、あなたが自己成長したいとい思っている時にそのために必要な気づきとかあるいはその励ましとか発見そういったものが見つけられるようになります、えー、なので僕の動画をご覧いただいて少しでもいいなためになったなって役に立ったなとか思っていただけたらどうぞ高評価そしてチャンネル登録をよろしくお願いします、えー、今回もご視聴いただき本当にありがとうございましたそれではまた Thank you so much guys for watching this video. I'll see you next time. Bye bye.